吉田さん、合理的、論理的なものってあったかみ感じないですかね。ここにちょっとね、私はね、もう答え用意してるんですよ。で、人間は感情がありますよね。だから無駄なこととか、非合理的なことに人間味を感じたりとか、そこに様々な感情やね、なんか入り混じったものとかがあって思い出になったりとかすると思います。全てが合理的だったら、じゃあそこにあったかみや愛情は感じないのかっていうと、私は感じるんですよ。そこにはね、合理的にしてあげようという人の努力や工夫の積み重ねがあって合理的にたどり着いたんですよ。ですので合理的ってのは愛の究極の形なんじゃないかなと思いますよね。合理的なものに愛情を感じれないとしたら受信力の問題ではないかなというふうに思うこともできるんですよ。思うこともできるんですよ。でもやっぱりね、要件だけ言って帰っちゃう人よりも、要件が終わった後にじゃあ固い話はこの辺にして一石儲けてますんでっていう方が私は好きですね。でね、合理的っていうと恋愛とかも合理的がいいのかって言ったら、それはそれでね、合理的にことが進むことを望んでますよ、ね、どうやったら一番うまく告白に成功するかみたいな作戦を立てたりとか、手紙がいいのかなとかね、プレゼントがいいのかなって、これ合理的に、恋愛を成功させようと思って知恵を絞ってるわけですよね。でもその合理的に考えれば考えるほど、それがうまくいかなかった時って無駄なのかなとかね、もしくはうまくいっても、いや実は私もあなたのことが好きだったんですっていうふうなオチがあったとしたら、じゃあ今までの俺の工夫は何だったのみたいな感じで無駄になるのかなってことなんですよ。大学もそうですけども、大学に行ってそれが無駄になるような大学生活を送ったのは誰ですかってことなんですよね。だからそれが見抜けずに借金、奨学金で返済に苦しんでるような選択をしたのは誰なんですかってことなんですよ。世の中にはエフランク大学っていうところがあります。じゃあエフランク大学行ったら無駄なんですかってことなんですよ。極端な例言いますけども、エフランク大学に行きました。その大学でなんかお笑い研究会に入りました。お笑いのネタをいっぱい作って YouTube で上げたりとかして、エフランク大学の面白いところみたいなテーマでずっと突っ走ります。でバズりました、有名になりました。まあ大学は卒業してもしなくてもどっちでもいいんですけども、エフランク大学に行かないと引けなかった道ってのはあると思うんですよ。でそこでね、ビジネス的にも成功して YouTube 的にも成功して巨万の富をつかみましたっていうルートは、エフランク大学に行く前からこういう計画は立てれるじゃないですか。でこれがね、東大だとうまくいかないんですよ。あ、どうせ東大でしょと。逆に東大なのにその程度っていう逆のレッテル貼られるわけですよ。いや、これはこれできついですよ。だから大学に行くのが無駄なのか無駄じゃないのか、堀江さんぐらいの自分で生きる力を持ってる人から見ると、大学に行ってもしょうがねえよっていう風な意見になると思いますし、ましてや堀江さんが大学行ったので30年前ですから、テクノロジーの差があってね、当時は大学に行くのがベストな選択だったわけですよ。でも今他の学び方もありますんで、大学だけがベストじゃないっていう選択が広がったんですよね。だから借金してまで行くことないんじゃないのと。それよりもその借金をするぐらいだったら、その借金を別の投資にしてパフォーマンス上げた方がいいんじゃないのって選択肢も生まれてるんですよね。そういうことだと思うんですよ。であとね、飲食店に行ってロボットが出てきて配膳をしてくれましたってところに、あったかさを感じないかっていうと、私は感じるんですよ。お、最新のテクノロジーでお客さんをもてなしてくれてる、オーナーさすがだなと思ったりしますね。それから合理的にといえば、男性の視点から言うと、合理的に女性とまあなんかね、ちょっとイチャイチャしたいなと思ったら、その手の店に行くでしょ。そこであったかさ感じないですかね。実際にもあったかいし、ああやっぱいいもんだな女の人ってなるじゃないですか。それをきっかけに恋愛をしてみたりとか、なんだったらそこで働いてる女の子と付き合ってみたりとか、指名をしてみたりとかっていう、人間対人間の関わりってどこでもあると思うんですよ。ここにね、一体のフィギュアがあります。私のデスクの前にいつもいてくれて見てるんですけども、この女の子のね、人形がね、別に心の癒しになる方いるんですよ。ちっちゃい男の子や女の子がぬいぐるみと一緒に遊んでますよね。非合理的です。いや、もしかしたらあれが合理的なのかもしれないですよ。だって一緒に遊びたい友達がいない時に、合理的に自分の楽しい時間を過ごそうと思って、そのちっちゃい子が選んだのが目の前のぬいぐるみで、それとおしゃべりしてるわけですよ。でしかもそんな無駄なことをしてんのを見てね、
ぬいぐるみと喋って、布の塊と喋って何やってんのって大人ってあんまりいないと思うんですよ。あ、ぬいぐるみと喋ってる、お話できるようになったの、すごいねみたいな感じで成長を確かめたりとかね。だから合理的な部分と非合理的な部分と感情的な部分と感情的でない部分っていつも同居してるんじゃないかなと。どこを切り取ってどの角度から見るかによってその一面しか見えないようになって極端という発想になるんじゃないかなと思うんですよ。ということでね、合理的な部分も感情的な部分も合わせて考えればどっちを抜き出すこともできるというのが私の見解かなというところでございます。つまりは言い方によってはね、何でも言えると、解釈によっては肯定も否定もできるということでございます。こっちからでも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 見れるということなんで、まあ側面切り取ってね、一喜一憂する必要はないよということなんですよ。あとは今は非合理的でも3年後5年後に合理的になるかもしれないですよね。そういうふうにその時系列的な見方もありますんで、だからね、今この瞬間は何、大学行ってもしょうがねえよって言っても、でも過去はしょうがなくなかった、未来はしょうがなくなくなるかもしれないみたいな、いろんな考え方がありますよね。例えばね、ある有名なスポーツで有名な進学校に進学して、スポーツで進学した大学生がいます。自分では有名にならなかったんだけども、いや俺の出身校にはこんな有名な人がいるよ、スポーツ選手のねっていう風に、まさに大学に行ったことを利用して自分のマウントを取るっていう方法もあるんですよ。まあ、宇宙戦艦ヤマトってアニメがありますけども、あのアニメを監督してるのが私と同じ高校の先輩ですからね。ね、そう考えたら名もない高校に行っといてよかったなと思いますよ。名もない高校を名を挙げたわけですからね。そう考えたらね、あ、東大生なら当たり前だよね、灘高校だったら当たり前だよねみたいな、何かすごいことをやらないと落ちこぼれみたいに見られるような、そんなポジションもあるわけなんだよね。グッドラック。